ダリウス・ミヨウ、ダリウス・ミヨウ、ダリウス・ミヨウ、1892年9月4日から1974年6月22日は、フランス人の作曲家。名は、ダリウス、ダリウスとも表記される。ピアニストや指揮者としても活躍し、自作の録音を残している。フランス6人組の一人。南フランス、プロヴァンス地方のエクス・アン・プロヴァンスに生まれ。 スイスのジュネーブで没した。第二次世界大戦期以降はアメリカでも活動した。生まれつき症に麻痺を患っていたため、車椅子を使う機会が多かった。1920年代以降はリューマチにも悩んでいた。作曲意欲は旺盛で、様々な楽器編成を試みたり、単語やジャズにも影響を受けたりした。また、映画音楽にも筆を染め、創作活動はなくなるまでその衰えを見せなかった。 1892年に南フランスプロバンス地方の X1 プロバンスにおいてアーモンド取引で財を成した富裕なユダヤ人の家庭に生まれる。父は召喚を取り仕切る傍ら地元の音楽協会の中心人物を務め、母はかつてパリで声楽を学んでいた。このような環境の中、7歳で地元の音楽家デオブルギーにバイオリンを学び、1904年からは ブルギエの死従相談で第二バイオリン奏者となる。この頃にクロード・ドビュッシーの弦楽死従奏曲を勉強し、1902年に初演されたばかりのペレアスとメリザンドの楽譜を入りする。また同じ頃、地元の軍楽隊の音楽隊長から火星法を学びつつ作曲を始めるが学んだ火星法は生かされず、独自の火星進行によるバイオリンソナタを書いた。 1909年にパリ音楽院に入学。パリでは頻繁に演奏会に通い、モーリス・ラベルの夜のがスパール初演や、発足間もないバレエリュースロシアバレエ団の公演などに刺激を受け、ドビュッシー、モデスト・ムソルグスキーに傾倒する。その一方で、リヒャルト・アーグナーの作品には、嫌悪感を覚え、生涯、ハン・アーグナーの姿勢を取ることになる。 本来はバイオリンを学ぶための入学であったが、次第に作曲を本格的に学ぶようになる。音楽院では、ポール・デュカスに、還元楽、ザビエル・ルルーに火星を指示するが、ミヨウは、火星の成績が、すこぶる悪かった。ある日ミヨウがルルーに、自作のバイオリン・ソナタを見せたところ、ルルーは、君は、私のクラスで何をしているのかね。君はすでに自分の火星語法を持ってるのに、 さらに印象的な火星を習おうとしているのか。クラスを去りたまえと言った。ルルーのクラスを去った後、アンドレ・ジェダルジュに、大宝、シャルル・マリー・ビドルに作曲を指示。ジェダルジュのクラスでは、ジャック・イベル、アルチュール・オーネゲルと同期であり、ビドルのクラスでは、ジェルメーヌ・タイ・ユフェール、ジョルジュ・オーリツクと知り合う。この頃、音楽を学ぶ一方で、フランシス・ジャム、ポール・クローデル・ら文学者と親交を深め、 彼らの作品をテキストとした歌劇や歌曲を作曲した。特に外交官でもあった詩人クローデルとの友情は、生涯を通じて続いた。1914年に第一次世界大戦が始まると、健康上の理由で従軍は免れたが、戦争に関わる仕事を求めて、フランス・ベルギー親善協会に勤務する。同協会に勤めていたミシアのデブスキを通じて、ラベルのほかリカルド・ビニエス、 エリック・サティ、レオン・ポール・ファルグなどが出入りしていたシーパ・ゴデブスキのサロンに顔を押すようになる。1915年、バッハの小さな二重層のカノンに異なる二つの蝶が同時に存在することを見出し、これをきっかけに副調性や多調性について根本的な研究に取り組む。この成果は火星の変装曲の副題を持つ声フォールとなって現れた。以後、 副調整、多調整に基づくポリフォニーは、未央の作風において、重要な要素の一つとなる。同年、フランス・ベルディ親善協会を辞め、新聞の家で働き、新聞会館で再会したクローデルに誘われて、外交官秘書となる。その後、ブラジル大使となったクローデルに随行し、1917年から1918年末まで、ブラジルで生活する。 クローデルとミヨーは1917年2月、カーニバルタダナカのリオデジャネイロに到着し、ミヨーはブラジル民謡特有のシンコペーションのリズムに今日、引き付けられた。ブラジル音楽の影響は、滞在中に作曲された男とその欲望や、帰国後のブラジルへの教習、屋根の上の牛に現れている。1918年末、連合国経済施設団のフランス代表となった。 クローデルに従ってアメリカまで同行し、そのままニューヨークを経由して1919 19年にフランスに帰国。途中立ち寄ったプエルトリコではギロを購入。あとの屋根の上の牛などで活用した。ミオがブラジルに滞在していた間、パリではバレエリュスのパラードの初演。1917年5月がスキャンダルを引き起こし、ミオと基地のオニネゲル、タイユフェール。 オーリツクなど若手作曲家は、エリック・サティ、ジャン・コクトーを中心として結集しつつあった。ブラジルから帰国した、ミオもその一員となり、彼らは毎週土曜日に、ミオの自宅に集まって、友情を育んでいった。彼らの作品には共通の作風は見られなかったが、歌手、ジャーヌ・バトリが主催するビュー・コロンビエ劇場や、モンパルナスの画家のアトリエを改造した、ユイガンス、ホール、 サル・ユイガンスなどで連続的に取り上げられ、1920年1月26日のコメディアが見におけるアンリコレの記事、ロシア人組、フランス6人組、そしてエリック・サティをきっかけに、デュレ、オネゲル、ミヨタイユ・フェール、プーランク、オーリツクは、フランス6人組として知られるようになった。1919年、ブラジルの思い出から屋根の上の牛を作曲するが、 ジャンコプトーによる前衛的な演出を加えて上演、1920年2月されたため、ミオは聴衆や批評家から滑稽な作品を書く作者というレッテルを貼られた。同年10月24日、12種類の調整が同時になる部分を含む公共組曲第2番、不随音楽、プロテイに基づくが、ガブリエル・ピエルネ式コンセール・コロンヌによって初演されるが、 聴衆の猛反発を招き、混乱した会場に、警察や死警備隊が介入、新聞に、コンセルコロンヌのスキャンダルとして報じられる事態となった。しかし、ミヨウは、熱狂でなくても強い抗議は作品によって、刺激されている証拠であるとして、自信を深めた。ミヨウの音楽は、当時一世を風靡していたバレエリウスの主催者、セルゲイ・ディアギレフには好まれず、男とその欲望も、 ディアギレフの触手を動かすには至らなかった。このため、このバレエはバレエスエドア、スウェーデンバレエ団によって1921年6月6日に、初演された。翌年、バレエスエドアは、デュレを除くフランス6人組の合作によるバレエ、エ・エルトの花嫁花婿を上演した。1920年に、屋根の上の牛を指揮するために、ロンドンに渡ったミオーは、ここで、 ビリアーノルド楽団が演奏するダンス音楽にとどまらない本格的なジャズに触れ、その魅力に目覚めた。1922年に自作の曲の公演のためにアメリカ合衆国を訪問した際には、ハーレムのジャズや黒人音楽を研究し、そのリズムや音色を生かした室内楽曲を作ろうと考えた。その成果がアルトサクソフォンを含む十七人の奏者による世界の創造。 九百二十三年、バレエスエドワーによって初演であり、ジャズのイディオムを用いた作品としては、ジョージ・ガーシューンのラプソディ・イン・ブルー、九百二十四年よりも早いものであり、このジャンルの成功例となった。九百二十二年には合衆国への演奏旅行に、引き続き、第一次世界大戦で途絶えていた、オーストリアの音楽家たちとの交流を目的として、プーランクと共に、 ビーンのアルママーラー宅を訪問。ここで、アルノルト・シェーンベルク、アントン・ウェーベルン、アルバン・ベルクラと会う。アルママーラー夫人の提案により、シェーンベルクとミヨーがそれぞれガツに疲れたピエロを指揮、二通りの演奏の聴き比べが行われた。1920年代後半から1930年代には、リュウマチの進行に苦しみながらも創作が続けられた。この時期には、 劇音楽に加えて、映画音楽も担当。また、イダ・ジャイ・ケレビッチとマルセル・メイエールの他に作曲した、スカラ・ムーシュ、1937年は人気作品となり、その楽譜は異例の売れ行きを示した。1940年、ユダヤ人であったミヨーは、前年に始まった第二次世界大戦を避けるために、アメリカ合衆国に逃れる。合衆国では、 カリフォルニア州のミルスカレッジで作曲を教えつつ、サンフランシスコ交響楽団、シカゴ交響楽団、ニューヨークフィルハーモニック、ボストン交響楽団などで客演式を行った。この中には、シカゴ交響楽団創立50周年のための移植作品、公共曲第1番1940年や空成美月夫人ナタリーを追悼するため、 クーセビツキー財団による異色作品、公共曲第2番944年の初演が含まれる。また、学府出版社からの依頼により、吹奏楽のためのフランス組曲1945年が作曲された。1945年には、歌劇ボリバールのシュペルビール台本を作曲。これまでに作曲していた歌劇クリストフ・コロンブ1928年。 クローデル大本、歌劇、マクシミリアン、1930年、ベルフェル他と合わせ、中南米三部作と呼ばれる。戦後、フランスに戻り、アンリ・ビッセルの後任として、パリ音楽院の作曲家教授に任命されるが、ミルス・カレッジには1971年まで在職し、1年おきに、フランスとアメリカを頻繁に行き来する活を送った。戦後の作品には、 同時に演奏すると、弦楽八十奏になる、弦楽史重奏曲第十四番と第十五番、九百四十八年から四十九年、ブダペスト弦楽史重奏団は、同時録音を使って八十奏を初演した、ミュージックコンクレートによる、史的練習曲、九百五十四年、合唱、還元楽に雑音を用いたカンタータ、紙とステロイタとの結婚、九百五十六年、 奏者の自由な演奏による偶然性を狙った朗読突の楽器のための四行詞の組曲1962年などの新たな試みが見られる。1956年、長年の友人であったオネゲルの死にショックを受け、追悼のために、弦楽五十奏曲第4番、1、死を痛むに若き日の思い出3、長い友情の甘さ4、称賛の歌を作曲。また、 オーネゲルが勤めていたフランスディスクアカデミーの会長の後任となる。1971年にミルスカレッジを辞し、後任はルチアーノベリを新たな創作の場としてジュネーブに暮らす。80歳を超えても創作意欲は衰えなかったが、1974年6月22日、ジュネーブで没する。81歳、前年に作曲された。 木管五重奏曲が最後の作品となり、その作品番号は443であった。故郷エクス・アン・プロバンスのサンピエール墓地に埋葬されている。弦楽詩重奏曲18曲、公共曲13曲、室内公共曲6曲、ピアノ競奏曲5曲、バイオリン競奏曲3曲、その他膨大な作品がある。吹奏楽の分野では、 フランス組曲が有名である。学生吹奏楽団での演奏を想定して書かれており、親しみやすく技術的な難易度も高くはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。